バンジョー・パターソンと、その署名アンドリュー・バートン。バンジョー・パターソンは、オーストラリアの詩人、ジャーナリスト、著作家。オーストラリア奥地での生活に焦点を当て、多くのバラッと、詩を書いた。詩の代表作としては、ワルチング、マチルダ、ザ・マン・フロム・スノー・ウィー・リバー、クランシー・オブ・ザ・オーバー・フローが挙げられる。パターソンが、学生時代に住んだグレーズビルの小屋、 国有財産に指定されている。ニューサウスウェールズ州オレンジ市に近いナランブラで生まれた。父は、スコットランド移民のアンドルー・ボーグル・パターソン。母は、オーストラリア生まれのローズ・イサベラ・バートンという女性で、エドマンド・バートンの親類であった。一家はパターソンが5歳になるまで人里は、離れた、バッキンバー牧場で孤立して暮らした。パターソンのおじにあたる人物が死亡すると、 一家はその農場を引き継ぐためメルボルンシドニー館の主要道路にほど近い土地に移った。幼年期のパターソンはここで多くの牛車や牛追いたちの姿を観察したのだった。彼はマランビジー川やスノーイー山系の方面からやってくる野外レースやポロをやる騎手たちを見ることもあった。彼はその影響で大の馬好きになり作品にもそれが反映されている。 パターソンは初等教育を家庭教師から受けたが、馬に乗れるようになるとビナロングの町の学校に通うようになった。1874年、シドニーに上京し、シドニーグラマースクールに入学。学業、スポーツともに優秀さを示す。16歳で大学入学を許可される。法律事務所の事務員となり、1886年8月28日には、 事務弁護士の資格を取得した。その直前の1885年、パターソンはザ・バンジョーの筆名を用い、ブレティン氏のシドニー版に死を乗せ始めた。バンジョーという名は彼がお気に入りだった馬の名である。パターソンは熱烈な国粋主義者であった。1889年にはオーストラリア・フォー・ザ・オーストレイリアンズという小論文を発表している。1890年、 クランシー・オブ・ザ・オーバー・フローを発表し、一躍脚光を浴びる。1903年4月8日、ニューサウスウェールズ州テンターフィールドにて、アリス・エミリー・ウォーカーという女性と結婚。2誌を設けた。パターソンは、シドニー・モーニング・ヘラルド・神及び、ジ・エージ・の従軍記者となり、1899年10月に、第二次暴は戦争中の南アフリカに赴く。キンバリーの包囲戦。 ブルームフォンテーンの降伏、プレトリアの占領を取材し、その写実的な報道により、イギリス本国の新聞に注目された。ギワダンの乱も取材した。第一次大戦でも従軍記者としてベルギーに行きたがったが、果たせず、代わりにフランス北端のウィベルーで、オーストラリア義勇医師団の救急車運転士として働いた。1915年をはじめに帰国。その後は、 アフリカ、中国、エジプトを旅行したり、義勇軍の主官を務めるなどした。1941年2月5日、心不全のためシドニーで死亡。76歳であった。彼の墓は、妻、アリスの墓と並んで、シドニーの帰宅記念霊園にある。詩の代表作の一つ、ワルチング・マチルダには、曲がつき、オーストラリアの最も有名な歌となった。 ザ・マン・フロム・スノー・ウィーリバーに関しては、1982年に、これをモチーフにして映画が作られた。パターソンの死では、多くの場合、オーストラリアの田舎に対し極めてロマンティックな見方が示されている。パターソン自身は、田舎の人間ではなく、オーストラリア人の大半と、同じく都市生活者であり、弁護士だった。パターソンはしばしば同時代の三文化ヘンリー・ローソンと、 比較される。ローソンの作品は、ロマンティシズム抜きで、19世紀後半のオーストラリア奥地の実態を厳しく描き出している。パターソンは2冊の長編小説を書いている。アン・ウトバック・マリッジと、ザ・シェアラー、エスコルトである。短編は数多くあり、短編集にまとめられている。記者としての体験に基づいた著作には、ハッピー・ディスパチャスがある。また、ザ・アニマルズ。 ノア・ホガットという自動書の著作もある。パターソンの肖像は、現行の銃オーストラリアドルの紙幣に使われている。オーストラリアゴールドコーストには、彼の名にちなんだ A.B. パターソン大学が存在する。また彼の母校シドニーグラマースクールには、A.B. バンジョー、パターソン図書館がある。2008年8月、ボーア戦争期の日記から未発表の詩が発見された。 各メディアは報じた。ありがとうございます。